マイルドヤンキーにしていきますね、アボカドね。はい、それでは、いただきます。どうもー、ハルでーす。はい、ということでね、今日は、ちょっとダメだ、炎上するな、これな。ハイボールをね、おつまみを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということで、じゃあね、今日はね、無限アボカドと無限アボカド材料、ツナ缶、ツナ缶半分、油切ったもん、あとアボカド1個、あとニンニク、まあこれ1個も使えません、ちょっとだけです。はい、作っていきます。このアボカドをシュルッと半分にしていきます。で、これをくるくるするとくるっ、あ、ほら、こんなに綺麗に割れました。これ多分、これペペロンチーノの火じゃないぐらい炎上する気がする。アボカドをこうね、切って4等分にしてパカッとね、していきます。ザクッ。で、熟れたアボカドだとツルッと剥けるので、アボカドをツルッと剥いていきます。ツルッと剥いていきます。バナナの皮を剥けるよ。剥けちゃうんですね、これね。こんなに綺麗に剥けました。ハイボールをグビグビっと飲んでいきます。あ、なんだ、もう こんな感じ。なんか5等分でやっていきます。はい、トトトトンとね。で、スナッとストンと切り落として、これ剥いて、で、こんなにいらない。これね、おっきいね、ニンニクなのでね、これ本当にね、2分の1か3分の1ぐらい、半分ぐらい、ね、ごま油ですね。はい、小さじ2、塩ね、小さじ1/4。味パンダが1、2、3、4振りですね。黒胡椒、まあ結構入れちゃっていいですね。おつまみなんで今日はね、シュッシュッシュッシュ入れていきます。ジャンガジャンガ混ぜていきます。ツナはね、もっとね、多い方がいい。あ、まあでもね、ツナ缶ね、半缶ぐらいがいいと思います。あの、アボカド1個に対してね、今回は、ね、無限アボカドっていうぐらいで、アボカドを食べたいのでね、マイルドヤンキーにしていきますね、アボカドね。そう、で、あの角がずいぶんね、丸くなったアボカドをね、こうやってお皿に、ね、持っていくんですね。まあ、ちょっとね、高めに盛り付けたけど、おしゃれですね。まあ、海苔をアボカドと海苔ってね、すっごく相性がいいんですよ。はい、こうね、香りが足されるんでね、うん、あ、これでいいんじゃないですか。こちら、無限完成です。はい、ということでですね、できました。早速、いただきたいと思います。いただきます。いざ戦場へ勝負。はい、それでは、いただきます。うまっ。これ、ほんとうまい、これ。あー、アボカドってさ、ほんと万能選手っすよね。ご飯に合うし、おつまみにもいけるし、ほんとうまい。大初期ツナの食感とうまみが生きててですね、あとこの後だけの海苔、非常にね、香りが乗るんですね、アボカドはね。香りを補填してあげると非常にね、おつまみにもご飯にもなるんですけど、飲んで大歓喜ですよ、これは。もう今日何杯飲んだか全然覚えてない。アボカドって混ぜると角が取れてって、で、この角が取れたところがね、だんだんね、こうソースになっていくんです。ごま油入ってるんですけど、ごま油と削れたアボカドが一体化して、すごくいいソースになるんですよ。やめられない、止まらない。酒飲み絶対好きだと思う。つまりはご飯食えるってことですね。塩はね、こう分量見ながら振っていただければ全然大丈夫ですから。あ、ほんとうまい。ぜひ皆さんやってみてください。今日はね、じゃん
のを参考にして可愛い擬音を使っていきたいと思います。はい、じゃあこのアボカドをシュルッと、半分にしていきます。